パーツクリーナーでゴキブリ退治できるか検証するよ。いつものようにライブ配信でセブンの洗車をしようと思ったら目の前にゴキブリを発見。ちょっと待って、ゴキブリ歩いとんやけど。ここからは生のゴキブリが画面に映るので苦手な人は閲覧注意だよ。ちょっと待って、こういうことある？ちょっと待って、これゴキブリじゃない？ちょっとこれゴキブリだよな。ゴキブリなんやけど。ちょっとめっちゃさ、ちょっと待って。どうしたらいい？パーツクリーナー。ちょっと待っとけ。パーツクリーナーってどこ？ちょっと待って、パーツクリーナーの組み立て方がわからん。ちょっと本気でまだやばい。これ開ける？ちょっと待って。これができん、できた。これをつける。ああ、よっしゃ行くぞ。これをつける。よっしゃ行くぞ。おった。どこ行った？いや、こんなんいつ収集する？ちょっと誰か来てよ。もう待って、無理だわ。ちょっと待って。遠いかな。遠い気はするんだよ。遠い気。くっさ。ちょっと待って。遠い。冷却スプレーないの？だってないよ。これしかない。でも。怖くて近づけないよ。その週はやっつけれるの？わからん。パーツクリーナーはゴキブリ退治できるって誰かが前言っとったよね。どうしたらいい？無理。ちょっと誰かロックさん呼んでよ。もう。誰かこんな時に限ってさ、誰も歩かん近所の人。でも人生初自分でパーツクリーナーを拭いたわ。こんなにいっぱい。でも近づけない。いつまでこれ？いつになったら、これはこれでやっつけれるんですか？もうだってみんなこれでさ、ゴキやっつけなんて言ったけど、全然無理じゃん。セブンもゴキブリみたいなフォルムやんけ。確かに。ほんとや。もうなんか、ちょっと体が拒絶反応、メンタルと。めっちゃ早いじゃん。全然食らってないやん。ゴキブリ油でコーティングされてるんだけど、パーツクリーナーでその油が落ちるからそのうち死んじゃうよ。マジか。こんなのみんなどうやって近づくのですか？ちょっと待って。だいぶ弱ってるよ。ちょっと待って、行かないで。ちょっと待って。隣の家に入っていったらって責任問題よ。家に入っちゃう。そうなん。どう？いやー！入ってった！家の中に。なんかごめん。ということで検証終了。お疲れ様です。今日もセブンなり。